はい、おはようございます、みさぺこです。ということでツイステッドワンダーランドやっていこうと思います。それではレッツゴー。毎日少しずつでも努力することが大事だよ。まだまだギフトがもらえるんですね。ログボログボ。ニューイヤーストーリーイグニハイド両編。みさぺこさん、明けましておめでとう。あ、新しい年を迎えたからって急に何かが変わるわけでもないのに、飾り付けなんて。まったく君って本当にめでたいね。そんなこと言って兄さんもホリデーを楽しんでいたじゃない。ひらめきましたぞなんて言い出したと思ったら、すごいスピードでキーボードを叩き始めて、ずっと新しいプログラムを書いてたよね。思い立ったが吉日、開発には勢いが大事ですからな。なぜか延々と吐き出されるエラーにキーボードを通して真摯に向き合い続け、やがて集中が極限にまで高まった拙者の中で時の流れが止まって、ピタリと想像通りの結果が出る、あの達成感たまりませんな。つまり徹夜したってことじゃん。学校が始まったんだから生活リズムを整えないと。また夢中になって徹夜が続きそうになったら、僕に搭載されてる100以上の快眠機能を使って。大丈夫、ちゃんと寝るよ。ならよかった。みさぺこさんも健康には気をつけて楽しい一年を過ごしてね。今年も僕と兄さんを仲良くしてくれたら嬉しいな。まだログボがもらえるでござるよ。ふひひひ。式典でじっとしてるだけなんて暇すぎ。そうだ、小エビちゃんについていこうっと。もらうだけもらうでござるよ。さ、本編やっていこう。レッツゴー。今日はどこまで行こうかな。不本意トラベル。ドワーフ鉱山静寂の森。ここがドワーフ鉱山。一昔前は魔法石の採掘で栄えたらしいがなんか出そうなんだぞ。はいほーはいほー、仕事が好き。奥の方に家がある。ってわけじゃない。話聞きに行ってみようぜ。はいほーはいほーはいほー。ドワーフ鉱山、ドワーフの小屋。こんばんは。って、アキヨか。はいほー、はいほー。あれ放題だ。仕事が好き。顔に雲の巣が。ペッペッ。なんか机とか椅子とか全部小さくね。子供用かな。全盛期ね。7人。お。ここにあの白百合。ドワーフ鉱山が栄えていた頃はさぞ賑やかな家だったんだ。まあ賑やかな。ここでこうしててもしゃあない。魔法石があるとすれば炭鉱の中だよね。とりあえず行ってみようぜ。ドワーフ鉱山、鉱山入り口。この真っ暗の中に入るのか。真っ暗でも入っていくんだよ。ビビってんのかよ、だっせー。なな、ビビってなんかあんねんだぞ。かわいいね。俺様が隊長だ。お前らついてくるんだぞ。ついてくるんだぞ。ドワーフ鉱山内部。あ、待て。んだよ、何かいる。キラン、何かいる。10年ぶりのお客様だ。ゆっくりしていきなよ。仲良くしていこうぜ。よっしゃ、行くぜ。ニコのノーツが左から右に移動します。青ノーツは左半分、赤ノーツは右半分をタップしましょう。行くぜ。ふにゃー、出たバカ、落ち着けって。くそ、ゴーストにかまってる暇なんかないっていうのに。走ってゴーストを撒くぞ。僕についてこい。
早送り。全然魔法が効いていない。お前の魔法がしょぼいからじゃん。お前こそ僕のことを言えるレベルか。お前らもたもたしてると置いていくんだぞ。くっそー。1、2、1、2。よし、先へ進もう。あまり時間がない。ふりゃ、今獲物の音がしたんだぞ。さっきのゴーストは巻いたはずだが。し、向こうに何かいる。はいほー、はいほー、仕事が好きなわけないだろう。はいほー、はいほー、クリアー。ふふー、よっしゃ、バトルだ。戦うぜ。ひ、ひ、ひがいい、ひがいい、ふふ、ひ、ひ、ひがいい、ひがいい、ふふ、ひ、ひ、ひ、あいた。いけよ、イデア君。散々スポット。ドワーフ鉱山内部。ここもゴーストがうろうろしてんのかよ。いちいち構ってたらキリがない。先を急ぐぞ。偉そうに命令しないでほしいんだけど、だいたいお前があんなバカな真似しなきゃこんなことになんなかったのに。元はといえばお前が掃除をサボったのが原因だろ。そうだそうだ。それを言ったら最初にハートの女王の像を燃やしたのはそこの毛玉だぜ。いや、でも引きつけたのはエス君ですよ。ふな、お前が俺様をバカにしたから悪いんだぞ。そうだそうだ、言ってやれ。お前たち今の状況が分かってるのか。朝までに魔法石を持って帰れなければ僕たちは退学なんだぞ。退学なんだぞ。だからさっきからいちいち仕切んなよ。ガツくな。今人の声が聞こえたような。この声は…おでのもの、おでのもの、おでのもの、おでのもの…なんか、だんだん近づいて…だんだん、にゃ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 、にゃ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 …おでのものだ。で、出たー。なんだあのヤバいの。ブラー、あんなのいるなんて聞いてねえんだぞ。早逃げろ。めっちゃえぐい。でもあいつ石がどうとか言ってなかった。え、石を守りし者なんだぞ。落さない。やっぱりここに魔法石はまだあるんだ。
まだまだ無理無理、いくら俺様が天才でもあんなのに勝てっこねえんだぞ。だ天才だ、魔法石を持ち帰らなければ退学。僕は行く。おバカちゃんなのか。冗談でしょ。危ない。俺は絶対に退学させられるわけにはいかないんだ。バトル開始。バトルには5ターン制限以外に他2種類のルールがあります。勝利条件1、制限ターン終了まで生き残る、または敵の HP を0にする。よっしゃ、来いよオラ君や。ワンターンでサクッと終わらせ、始めようか。サポートは慣れてる。前へ。あっち行ってくれ。火力がね、足りないんだよね。いい準備はいいよ。どうしてくれよ。こうしよう。ガッガッ。逃げ切れると思う。本当に火力が強い。始めようか。ああ、バフっときます。心が痛む。うわっ、うわっ。心が刺さってからさ。あ、勝てた。レベル上げが足りてないっすわ。ふふん、クリアだぜ。わがまま3、ドワーフ鉱山内部。カエリフイ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 カエリ。ノーコン真面目くんは引っ込んでな、俺が仕留める。はぁ、ゼロ呼吸。やられた。おやー、こっちに来るな。怖がってるね、かわいいね。犬か何かなのかな。ルルルルルル、全然聞かねえんだぞ。今、何か光った。あいつの後ろ、行動の奥で、なんか光って、あの光は、魔法石。おいお前、ひとまず逃げるんだぞ。このままじゃ全員やられちまう。やられちまうんだぞ。二人とも、今は逃げよう。ドワーフ鉱山静寂の森。ここまで来れば。だいぶ逃げたんだぞ。大丈夫か。いっつー、何だったんだよさっきの。あんなのいるなんて聞いてねえって。ただのゴーストではなさそうだったな。もう諦めて帰ろうよ。あんなんと戦うくらいなら退学でいいじゃん。このデュースは退学になるくらいだったら死んだ方がマシだよ。魔法石が目の前にあるのに諦めて帰れるかよ。俺より魔法下手くそなくせに何言ってんだが、行くなら勝手に一人で行けよ。俺はやめた。ああ、そうかよ。なら腰抜け野郎はそこでガタガタ震えてろ。デュースし、はあ、腰抜け？誰に向かって言ってんの？なあ、デュース、お前、なんかキャラ変わってる気がするんだぞ。キャラ変の時期なんだぞ。少しか？それは少しなのか？少し取り乱した。
魔法でなんとかならないの？先ほど学園長が言っていた通り、魔法は万能ではない。強くイメージできなければ魔法は具現化しないんだ。大掛かりな魔法や複雑な魔法の使用には訓練がいる。だから魔法学校があるんだけどね。なるほどね。パッと思い浮かべた通りに魔法を使うにはかなり練習が必要ってわけ。リドルめっちゃすごいじゃん。ぶっちゃけテンパってるとミスりやすい。だからグリムは火しか出せないんだ。これからもっとすごい魔法を使えるようになるんだぞ。だ、ね、俺様はまだ本気出してないだけなんだぞ。とにかく僕は何とかしてあいつを倒して魔法石を持ち帰る。だからお前さ、シャンデリアの時といい、実は相当バカでしょ。さっき全然歯が立たなかったくせに何とかって何？何度やったって同じだろ。なんだと？お前こそ！また始まったんだぞ。また始まったんだぞ。じゃあ全員仲良く退学ってことで。え？おい、いきなりきついこと言い出してどうしたんだぞ？そんなだから二人とも歯が立たないんだよ。ふな。しかし、一体どうしろって言うんだ？ちゃんと作戦を立てるべきだと思う。作戦？それってみんなで仲良く協力しろってこと？何それ、寒っ。よくそんなダッセーこと真顔で言えんね。同感だ。こいつと協力なんかできるわけない。でも、入学初日で退学ってもっとダセー気がするのだ。ダセーんだぞ。それはそんなの全然クールじゃない。わったよ。やればいいんでしょ。やれば。で、どんな作戦？トゥットゥルン。ドワフ鉱山、鉱山入り口。なあ、本当にその作戦うまくいくのかよ。不安なんだぞ。こうなったら腹をくくろう。固くなりすぎ。気楽に行こうぜ。じゃ、パパッとやりますか。To be continued。ということで、ステージクリアなんだぞ。はい、というわけで本日はここまでにしたいと思います。皆さんいかがでしたか？まあちょっとね、サクサクっていったんで、よかったらね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter や Instagram やってますので、そちらの方の登録もしてくださると嬉しいなーなんて思っちゃったりしたりしなかったりしますけどね。ということで、次回の動画でお会いしましょう。みさぺこでした。またねー。バイバーイ。